何回させました、昨日帰ってから今までで大体でですけど。昨日は夜お家で2回さして、朝も2回さしました。ありがとうございます。はい、ごめんね。はい、サイズが測ってます。すごい良くなってるね。サイズ 50mg、はい、眩しいよね、ごめん。確か慎吾君出てますよね、うん、まだでもちょっと出てるけど、うんうん、でも昨日よりだいぶ少なくなりますよね、はい、これは目薬と回数こなせば治りますよ、はい、だから24時間に3回以上3回以上ね。だから私買ってたら5、6回、7回、8回刺すと思うんだけど、はい、で、手から食べてくれます？あ、はい、食べます。 OK。 で、まだちょっと緩めないでくださいね、天が、はい、昨日よりだいぶ良くなってるけど、まだちょっと腫れてると思いますから。あ、そこ、その向きなの、その向きなの、ごめん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 、何言えないの、その見るの忘れちゃったよ。はい、もう入ってるよ。お、30% ぐらい、20% ぐらいかな、ご飯が入ってます。こうやってさ、泡法があるんだね、はい、道中、あのお水はいいけど、餌は置いといてほしいんでね、はい、ちょっと、10% ぐらいね、見て、これはアップ変換だけまあね、確かにさ、手には乗せてもこうやって持ったりはしないからさ、普通大変ですよね、やる人は治療する人も大変だし、治療されるこの子もうストレスなんだよね、はい、全部ね、多分食べさせて食べてます、はい、うん、お願いしますね。帰っちゃうんですけど、でもすぐ出てきて、それじゃあね、今度ね、しっかり転換してもらって、あの悪くなってるのは分かりますよね、うん、涙が多くなったり、ね、ごくごく症になったりしますから、そうならなかったらさ、なんか2日ぐらい空けて、年末忙しいかもしれませんけど、はい、26だから27、8、9ぐらい、はい、うん、じゃあ少しずつ良くなってるなら29ぐらいに見せてください。そこまで、とにかく3回以上ね、絶対やってくださいね、はい、悪い方だけでいいからね。はい、じゃあ OK です。はい、これね、あ、うんちはカウントしてないですか。そう、あの2匹いるんで、あ、そこわからないんだね。でも体重は 51.5 だったんですね、はい、はい。また夜お家でも測ってくださいね、はい、で、ここでの体重は52ですよね、はい、18時55分、で今1回刺したんで1にしておきますね、はい、あったかいですね、朝も夜、うん、これぐらいの感じ、はい、まあ、できれば湿度が40ぐらいあるといいんだけどね、うん、理想は、はい、なかなかね、暖房してると40に持ってくの大変なんですよね、はい、はい、じゃあすみません、はい、ありがとうございます、はい、じゃあとりあえず目薬だけで行ってください、はい、お願いします、はい、